全国高等学校アーチェリー選手権大会個人決勝ラウンド男子ゴールドメダルマッチの選手紹介を行います。15番と戸松大輔選手、愛知県愛知産業大学三河高等学校。予選順位1位からの立ち上がりです。16番と青島哲也選手、長崎県立大村工業高等学校。予選順位2位からの立ち上がりです。シューティングジャッジは山本審判員。ターゲットジャッジは及川審判員で進行いたします。選手は準備してください。選手は準備をお願いします。男子ゴールドメダルマッチを開始します。第1セット先行は戸松選手です。第1セット10点。7点。X。10点。9点。